나한테 무리 시대 하게 되고 무리 시대 お楽しみいただけたでしょうか。今日は子供から大人まで
として昨日の演奏者は200名となっておりましたので、2日間合計で325名の方がコンサートに出演されました。そしてそれを超える多くの方々が参加し楽しんでいただきました。今年で200年目の開幕、最後の締めの前はこのイベント、キャンドルイベント自体は1時まで続いてまいります。この後も会場内を歩き回りながらロマンチックな真冬の一夜をお過ごしください。真冬の寒い中で行う心の温まるお祭りとして、大阪はアートプロジェクトキャンドルナイトなど、こうやって地域の皆様に親しまれています。今年もたくさんの方が来場し、また通りすがりに見ていた方もたくさんいたことでしょう。私たちはこうやって地域のこの公園を大切にしながら、舞田公園に集まるみんなを作り上げ、来年もここでお待ちしております。水辺の光コンサート、最後はビッグバンドアスカの美しい音色に乗せて、皆さんでコンサートの余韻を楽しんでいきたいと思います。これをもちまして、コンサートを終了させていただきます。